こんばんは。今日も配信ありがとう。いよ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 全然今日も配信します。いきなりゲリラ配信。なんかさ、すごい最近さ、メイクしてもしてもさ、薄い。なんかなぜ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 。お疲れ様です。お疲れ様。毎日配信嬉しい。なんかそうやって喜んでくれるのはもういくらでもするよって感じ嬉しい、ありがとう。守りたいこの笑顔、ありがとう。わっすごい、うおーきー、うわー、ありがとう。すごい、ニコ生タワーだ。ありがとう。はにかみなこありがとう。ななこありがとう。本当ありがとうございます。おおしし方ありがとうね、ななこ。嬉しい、タワーありがとう。大好き、ビッグラブ、ラブチさんよ、ありがとう。限定はすぐ、あ、クマップありがとう。限定、限定だわ今。期間限定なのこれ。本当にありがとね。元気？こちらも守りたいこの笑顔。ありがとう。笑顔。突発性？なんちゅう嘘。右耳、え、嘘、大丈夫？なんかさ、結構さ、芸能人とかでもあるやつだよね。いきなり聞こえなくなるみたいな。心配。大丈夫？大丈夫ではないよね。ペンライトありがとう。マジ不便。嘘。あ、結婚してシュッと、ありがとう。ラブ。突発性か。なんかその原因って不明だっけ。だからツイッターも最近浮上してなかった。心配。でも片方は聞こえるのかな。今日も大好きです。結婚してくれメンス、考えとくレメンス。ストレス。あー、でもストレスとかでね、なったりしそうだ。大丈夫？めっちゃストレス抱えてるの。ストレス原因不明。使い方違う。クレメンス、起きたら聞こえなくなってた。怖いね。いきなり、確かにいきなりは怖い。
でもきっと治る、大丈夫だよ。やっぱりストレス、でもストレス、生きてたらねストレス感じちゃうよね。今必死に薬飲んでる？ちゃんとお薬とかあるんだ、よかった。突発性か、怖いね、心配。なんかイヤホンとかさ、ずっとつけてたらあんまり良くないみたいな言わない？なんか結構ね、イヤモニとかも音結構大きいし、それをライブで昼夜公演とかあったらもう5時間以上はずっとつけてることになるから、あれみんな治るって言われたら治るね、絶対治る、大丈夫。なんかこうイヤホンとかも良くないっていうね。結構なんかイヤホンねつけること多いからね。ミュージシャン職業そうそうそう、イヤホンね、私は耳なんて小さくてできないからしてないの、してないの。でもあんまイヤホン良くないよね、普通に普通にこう音楽を聴くっていう方が良さそう。そうだよね、焼肉食べてくる、いってらっしゃい。イヤホンね、でも誰にでもねなりうるからね、あれも気をつけて、ありがとう。やばいよね、やっぱさ目が見えて耳が聞こえて匂いもして味もして幸せです。毎日健康が一番。耳の中に入れるタイプ長時間危険だよね。もう一回この映画ありがとう、やしろありがとう。イヤホンない生活ありえない、わかる。イヤホンは多分1時間つけたらつけた分お休みさせてみたいな、いけないかもしれない。綿棒やし、綿棒ねずっとしちゃうけど、あんましすぎよくないみたいな言うよね。今日スピンズパーカーでお出かけした、ハッピーかわいい、ハッピーハッピー、ありがとう。スピンズ、あの黄色のくすみイエローのやつかな。イヤホンの音あんまり大きな音にしない、それがいい。あんま大きいのはねびっくりしちゃうし、同時に左耳の、ああ音が小さい生活2日間、じゃあもうほとんどもう音聞こえないって感じ。ほんとなんか不便になるよね、どれだけ毎日が幸せか心配。でもきっと治るから大丈夫。対面お話し会何話そうかな、デュフフデュフ、何話そう。イヤモニは両耳だよ、両方つける。対面までに絶対直す。うん、でももうそんな無理しないで
ゆっくり自分のペースで。あゆみって静かでないと寝られないタイプ。そうだね、あんまりうるさいとちょっと頭痛しちゃうかな。ライブのことたくさん話したい。わかる、ライブのお話たくさんしたいね。イヤモニしてるとね、なんかね、ファンの方のあんまり声が聞こえないかも。だから途中でたまにちょっとこう片方ツアーの時とかよく外してた。昨日テレビ見てたらニヤチューファーストアルバムの CM 流れてテンション上がりました。どんなやつ？ライブの話するね。うん、ライブの話しよう。イヤモニめっちゃ音でかい、めちゃめちゃでかい。コールとかイヤモニ、結構イヤモニの音が大きいと聞こえないかも。そうだからたまによく話す、外す片方とか。ライブの話、あと何話そう。ドゥフフドゥフフフフフフ。イヤモニかっこいいよね、わかる。自分の声聞こえるよ、イヤモニで。ライブとかで歌詞の先読み何？歌詞の先読みってなんだ？2周年早く行きたい。2周年あとちょっと瀬戸利が気になる。モニター、歌詞は出てないよ。歌詞はみんな覚えて歌ってるよ。歌詞は出てません。モニターとかに歌詞出てライブしてるアーティストさんとかもいるのかな。でも私たちはみんな覚えて、暗記力すごいよね。確かに歌詞見ずに歌ってるってすごいな。自分たちの曲とかならわかるけど、やっぱ先輩方の曲とか MV スタッフさんが先に行ってくれるとかもそういうのもなしで、後ろに出てたりもなしで全部覚えて歌ってますよ。間違えることないね、あんまり。 AKB さんイヤモニで歌詞を先に伝えてくれる。あ、そうなんだ。あゆみちゃま、さえちゃま、さえたんちゃま、なんかどっちも不思議。大変、確かに歌割りとかね、歌割りもあるしね。全部歌えばいいってわけじゃないし、自分の歌割りもちゃんとあるから。自分の歌あり以外も、自分の歌あり以外も
みんな覚えてるんじゃないかな。なんかちょっとこうトラブルがあってステージでちょっとまあトラブルがあってこうちょっと一瞬はけたり、マイクが通らなかったりね、音が通らなかったりしてはけたりしたらその子の歌割りをこうみんなでカバーしたりするから、カラオケとか歌詞見れないと歌えない、わかる。あ、今カラオケ歌詞ないと歌えないのにライブでは普通に歌詞見ずに歌ってるっていう、それだけリハやレッスンしてる。そうだね、ずっとやってるね。ねえ、カバーし合うのかっこいい、わかる、それだけ絆が深い。宮城スキルがほんと高いよね、スキル能力、歌ダンスすごいよ、すごい。推ししか勝たんユングフラウヨッホどんな名前ユングフラウヨッホ、いいね、ありがとう。アイドルマジすごい、歌詞振り付け立ち位置すべて覚える、そうそうそう、ほんとね、あの立ち位置とか振り覚えもだし、立ち位置とか 1.25 0.4 4.5 4.4 とか 0.3 とか 0.2 とかあの細かいよね、やっぱ数字。しかもそれだけじゃなくて、あの立ち位置は2列目1列目この歌割りの時に1列目この歌割りの時に2列目の真ん中ら辺に行くとか、代々と代々の間に行くとか、どんどんね細かい、もう全部ね一曲一曲やって、いやーすごい、みんなすごいね。八王子から帰ってきました、あ、ありがとう、また行ってくれたの八王子。ありがとう、行ってくれてありがとう。その話聞いてるだけで頭痛くなってきた、一回体験してみたい、一回やってみてほしい。脳トレだよね、もう脳トレ、フォーメーション一応覚え、得意面、でもみんな本当に得意だから、振り覚えとかもすごい早いよ、立ち位置もね、振り覚えできるイコールも立ち位置もできるからすごいよ。パネル7枚抱えて帰ってきた、7枚もマジ、ほんとすごすぎる、ありがとう、7枚、もうさえてありがとうね、もうそれをお家に飾るの。7枚すごいよね、 0.5 単位で刻むの聞いたことあるけど 0.4 とかある、 0.27枚もあると壁が足りない。あゆみちゃんもの飾る、あゆみのいろんなメンバーのが当たった、パネルありがとね、それって簡単に当たらないよね、パネルって
がとう。八王子までわざわざ行ってくれてね。なんか八王子店もうなんか閉まるのかな、当たらないよね、ならないもん。どんだけ積んだの。仮面の友達にあげるよ。シャーかわいいね。猫になってるじゃん。閉まるらしいだよね、八王子店。悲しい。閉まっちゃうなら次の支店舗押し店。写真パシャパシャしてきた、見たよ、ありがとう。ツイッター載せてたね。ね、わっ、おお、しゃありがとう。さえたんありがとう。ニコ生タワーだ、ありがとう。猫ちゃんやってみた、威嚇。しゃありがとう、めっちゃ嬉しいよ。あゆみちゃんも早く会いたいにゃしゃしゃ、会いたいね。それな、2月になったら割と会える、会えそう。2月から結構イベントがたくさんあって楽しみだよ。2月だね。ライブとかもたくさんあるし、ワクワク、ワクワク。お疲れ様です。お疲れ。毎週会えるらしい、やばめっちゃ会える。極端な感じだね。会えないと会えないけどみたいなね。イベントとか全然ないし、結構1月はあんまイベントがなかった気がする。ワク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 。羽田あったからいいねん。もっと会おう。でもあゆみ配信しまくってくれて嬉しい、本当。なんか配信、こんな配信なんかなのに、こうリスナーさんがリスありがとう、結婚してありがとう。リスナーさんがね、なんかあゆみの配信見て
こう仕事の疲れ取れましたとかこう言ってくださったらもう本当ありがとうって思うし、モチベーションにもなるリスナーさん8尾ありがとう。クマ毎日アイドル目指してるわけではない、なんかできる時にしたいみたいな。あ、モーメントね、モーメント、そうモーメントを乗せるまでが結構険しい道のりでして、そこまでにたどり着くのにめっちゃ時間がかかって結局こう乗せれないという感じになってるから、乗せます、やります。配信してくれてるおかげでアミちゃんもニアジュイちゃんも好きになってライブ行きたいってなった。あ、本当？ショールームがきっかけになって嬉しい。モーメントのタグ、ハッシュタグ考えてないよ。無理しないでありがとう。モーメントって投稿したらさ通知いく？みんなに。ご本家に通知来る。そうなんだ。あゆうメント、あ、いいねいいじゃん。うわ、めっちゃハート送ってくる人いるすごい。届きまくる。あ、そうなんだ。じゃあアイメントあり、いいねアイメントあり。結婚して可愛い、超可愛い。兄ちゃん結婚して浮気になっちゃうね、結婚したらね。ではちょっといきなりなんですけど、そろそろランキング見ます。そう、20時間で消えちゃうんだよね。じゃあランキング見ます。13位かんちゃんラブ、12位福の子孫、11位 TM マン、10位マサラブミー、9位リタン、8位紅茶レモン、7位シュート、6位ユングフラウヨーホ、5位ヤシロ、4位タケ、3位クマプー、2位サエタン、1位はドゥルルルシャン、ハニカミナコ。ありがとう、みんなありがとうございました。じゃあね、またいつか配信をします。どうしよう、今日ももしかしたらもう一回配信するかもしれない。みんながもういいよって言うならしないかな。じゃあ本当嬉しい、ぜひって言ってくれてるかも、もしかしたらもう一回今日するかもしれない、わかんない、できないかもしれないけど。じゃあバイオバイオ、たくさんコメントとギフトありがとう。じゃあね、バイオバイオ。